親愛なる皆さん、北と南、そして海外移動法の兄弟の皆さん、今日私とムンジェイン大統領は、分断の悲劇と統一の願いが重なる、ここ、ハンモン店、パンムンジョムにおいて、歴史的な責任感、そして使命感を持って、初めての会談を持ちました。私はまず、本日の会談が開催的に成功できるように、多くの努力をしてくださったムンジェイン大統領、そして南側の関係者の皆様に深く感謝申し上げます。また私たちのために努力を惜しまず、そして盛大に迎えてくださった漢民族の温かい心をくださった南北の同胞の皆さんにも感謝申し上げます。北と南がこのように2つの手を携えるまでには長い採決がかかり、我々は長い間この日を長く心待ちにしておりました。いざ会ってみますと、北と南はやはり別れては暮らすことのできない血縁であり、そしてそのどの人にも かけがえのない同族であるということを切に感じました。これほど近くに住んでいる我々が対決をして争わなければならない異民族ではなく、談合して生きていかなければならない一つの決面でもあると思いました。我々兄弟が平和によく生きていく道を開き、そして我々民族の新しい未来を開拓していくということを、私はこのパンムンジョムの線を軍事境界線を越えて考えてまいりました。私とムン大統領は我々の再会を願ってくださった北と南すべての同胞の願いを受け入れ、そしてみんなが願っている問題解決のために多くの議題について真摯に議論を交わしてまいりました。何よりもすべての同胞が戦争のない平和な土で、平和なところで生きていけるような確固な意思を共にし、そしてそのための実践的な対策についても合意をいたしました。そしてすでに採択されているあらゆる採択合意を履行するということで、関係改善にもしていくということを合意いたしました。私とムン大統領は先ほど本日の会談で合意された議題、そしてその具体的な措置を反映させた朝鮮半島の平和と繁栄、そして統一のためのハンモン店パンムンジョム宣言を私どもはサイン署名いたしました。北と南が世界が見守る中、この合意が歴代の合意のようにのような悲しい過去にならないように、繰り返されないように、我々が胸襟を開いて緊密にコミュニケーションを取ったことによって、必ずやこれが実を結ぶことを実を結ぶように努力してまいります。本日私がこの来た道によって、北と南のすべての人が自由に行き来ができるようになり、そして我々が今立っているこの分断の象徴であるこのパンムンジョムが平和のシンボルとなるのであれば、一つの血族、一つの言語、一つの歴史、一つの文化を持った北と南が元通りに一つとなって大きな繁栄を支える、大きな繁栄ができると思います。北と南、そして海外の親愛なる皆さん、固い意志を持ってやればきっと道は大きく開かれると思います。北と南がその信頼に基づき民族のことを考え、そしてそこにすべてのことを、すべてのことに向かって前進していけば、朝鮮半島の統一は加速化し、そして半島の平和繁栄へとつながると思います。偉大な歴史はその時代の人間の努力によってそれが実を結んでいくものであります。この時代に我々民族が和合と、そして平和繁栄のために必ず想像していかなければならない問題であり、そしてそれを想像できるすべてのことを完全武器とすることによって、自らの歴史の責任、そして時代的な任務をしていかなければなりません。その道なりにはいろいろな困難なこともあり、そして挫折や試練もあり得ることでしょう。苦痛なしの勝利はなく、そしていつかは苦労したこのなんと苦労の末に会えた今夜のように、民族の進路について共に携わっていく道が必ず来ると思います。皆さん、我々が北と南が知恵を集め、そして平和繁栄の新しい時代、新しい希望、夢がある未来へと一歩一歩
歩幅を合わせて前進していきましょう。今日の合意したパンムンジョム宣言が今我々の結果を切なる思いで見守ってくださっている皆様の期待に少しでも応えられるように、新しい希望を与えられるように願っております。北と南の再会、そして素晴らしい実を結ぶことができるように大きな支援を送っていただきました北と南、そして海外の同胞の皆さんにもう一度熱いご挨拶を申し上げます。そして私たちの歴史的なこの出会いに大きな関心、そして期待を持ってくださった記者マスコミの皆さんにも感謝申し上げます。ありがとうございました。これでパンムンジョム宣言を完成させられた2つの首脳の2人の首脳の発表を終わります。ありがとうございました。